MMWT はトルコのメーカー FNSS とインドネシアのメーカー p i n d a との戦車の共同開発プログラムである。別称としてカプラン MT、ハリマウ、タイガーなどがある。インドネシア政府とトルコ政府は2015年5月3000万ドルと報道されている費用でインドネシア軍用の MMWT の共同開発に初めて合意した。 プログラムの開発段階では、最大37ヶ月の開発期間が見込まれて、最初のプロトタイプはトルコで、2番目はインドネシアで製造される予定であった。設計に関する知的財産は、両国政府間で共有されることで合意された。2016年11月1日、2016年、インドゥディフェンス展示会の期間中に、いくつかの技術仕様とともに、 本戦車の最初のモデルが発表された。最も注目すべき点は、車両総重量が約35トンとの報告で、主兵装は CMI ディフェンスが開発した 105mm のライフルバレルを特徴とするベルギー製の砲塔で様々な投射物を発射することが可能である。2017年5月9日、イディフ2 0 1 7展示会にて、 この戦車の初のプロトタイプが公開されました。この戦車は、コッカリル XC-805mm コンセプト、砲塔、または、コッカリル3105モジュラー砲塔のいずれかを装着することができる。さらに、この戦車は、モジュラー装甲を採用しており、損傷を受けた際に素早く交換が可能である。2018年9月5日、FNSS の本部長は、 トルコのアナドル通信社に対し、この戦車はインドネシア軍の数ヶ月間の認定試験に合格し、大量生産の準備が整ったと語った。彼は20から25台の最初のバッジは早ければ2018年後半にも発注可能であり、生産される戦車の総数は200から400台の間になる可能性が高いと述べた。2020年2月7日、 MMWT の量産開始が発表された。MMWT には CMI 製のコッカリル CTCV105HP105mm ライフル砲を搭載しており、砲身には排煙機と人を装着している。砲塔は自動装填装置を装備し、電子的にも機械的にも360度回転可能で、最大42度からマイナス6度までの昇降が可能で、 ジャイロスタビライザーと射撃統制システムを装備する。また、IF システム、目標選択のためのハンターキラーシステム、いてを支援する、目標自動追尾システムを装備している。この銃は、TPCSDST、HEPT、HE4TP2 砲弾で、テスト発射され、NATO 標準の 105mm 砲弾の発射が可能。MMWT の車体走行は、 モジュラー装甲を採用している。スタナグ4569レベル4、防弾能力に分類されており、すなわち、距離200メートル、弾速秒速911メートルの1 4 5 × 1 1 4ミリメートル鉄鋼弾に耐えることができる。戦車の底部は V 字型車体を採用し、リタイブと車両下部中央が1 0ラムの AT 地雷に耐えられる。モジュール式のため、 装甲はタンクの体積を増やさずにレベル5の防弾能力に増強が可能で正面湖面は 30mm 弾に耐えられる。設計仕様を証明するため2018年8月7日から16日に動的機動試験が実施された。戦車はアリソンキャタピラー X300 トランスミッション付きの711馬力を発生するキャタピラー C13 ディーゼルエンジンを 使用している。試験中、戦車は路上速度時速7 8トルまでに達する。プロトタイプは2メートルの溝と0 9メートルの垂直障害物を横断可能。MMWT の生存性がさらに強化された。アセルさんとトルコ科学技術研究会議の防衛研究開発研究所が共同開発したモジュール式のプラット。 アクティブ防護システムを統合することができる。これにより、全方位からの投射物に対する防御能力を確保している。ありがとうございます。